www.videonews.com。 そうしましたらですね、引き続きもう一つですね、ちょっとこの原発関連で、ちょっと原発関連が多くなってしまって、恐縮ですが、まあ、最初にまずあの原子力規制委員会の委員人事についてのちょっとまあ非常に奇妙なお話を今最初させていただきました。もう一つですね、また非常に奇妙なことが出てきていて、ちょこっとニュースにはなったようなんですが、これもなぜかこんな重大なことがさらっと、通過してしまっているような、印象を受けているニュースなんですね。これは何かというと、その活断層の上に原発が、あ、特にまあ原発の中の最重要施設 S クラスという名前なんですが、活断層がもし原発の、重要施設の下にあることが分かったら、その原発はもうその稼働してはいけない、廃炉にしなくてはいけないということが、本来、まあ、決まっていることなんですね。でそれで、まあ、これもまたこの番組で、少し前に東洋大学の渡辺光久先生に来ていただいて、どうも活断層が近くにあると、大井もどうも、大井でさえどうもあるようだと。で原子炉の下には、まあ、大きな断層はないんだけども、原子炉の、これは取水口っていう話だったかな、要するに水、その水路の部分の下に活断層があるので、これはまあその水が来なくなったらどうなるかっていうのは我々よく知ってますから、まあ、非常に最重要、重要施設、これ S クラス、重要度分類 S クラスというらしいんですけども、 ABC の上に1個 S があるっていう感じなんですけどもね、 S クラスの、ものがあって、あれも本当に動かせないんじゃないかっていうお話が、まあ、渡辺先生からあったと。その後ですね、まあ、ようやく重い腰を上げるような形で保安員、それから、まあ、保安員がやるんじゃなくて、実はそれぞれ電気事業者が自分で活断層のを調べるっていうことらしいんですが、活断層の、まあ、調査というのが始まったというのが少しニュースになってました。でもなんかまあ非常にゆっくりとした調査のようで時間がかかっている中で出てきた今回の話というのがですね、要するに安全評価基準というものを、変えて、なんとですね、まあ、断層をですね、こういうふうな、3種類に分けてその識別すると、まあ、主断層、まあまあ、大きな地震を発生する、それから、まあ、2番目の副断層というもの、これはだから主断層からその枝のように出ているものの場合がどうも多いようですが、これでも一応まあその地表部に従属的な変異、要するにずれるってことですね。で突然ここで今回これが出てきた3番目に、まあ、その1、2ではないものといって、つまり主断層でも核断層でもない断層があると。これ何断層っていうのか知りませんが、一応断層の種類ですからね、断層なんだけども、まあ、1、2でないものということなんですけども、その中で出てきたのがですね、この弱面として地盤に変異を及ぼす恐れがあるというような表現が出ました。つまり、まあ、端的に言うと主断層副断層に弱面というものが出てきたと。断層に3種類ありますと。それで、ここが多分重要なポイントだと思ったんですが、まあだってそれだって断層は断層でしょうというふうに思われるでしょうけど、ここに3には断層って言葉が使われてないじゃないですか。でそこがとっても重要なミソだというふうに、まあ、思ってるんですね。でそれは何かというと、法律というか、まあ、安全基準で、これは断層の上に原発を作れないっていうのは、発電用原子炉施設の耐震安全性に関する安全審査の手引きというものに基づいてるんですけども、この手引きによるとですね、要するに S クラスのものは断層が活断層の、まあ、露出するの炉にですね、頭って書くんですが、活断層の露頭が確認された場合、要するに活断層が確認された場合は、その直上に S クラスの、建物建造物を、設置することは想定していないって書き方になって、要するに作ってはいけないと書いてあるんですね。でポイントはここです。活断層が確認された場合と。で何といってもこれは弱面で、断層という言葉が使われてないので、これだったらば先ほどの、基準ガイドラインでいけば、作ってはいけないに入らないということになるということなんですね。でちょっとはあという感じはしたんですが、
あのいかんせんもう門外漢です、このなんか地層の話とかは。それであのちょっと無理をお願いしてですね、今なんかの公園で随分遠くに行かれているということだったんですが、渡辺先生にですね、なんとかちょっと電話であの捕まえて電話でコメントをあのいただけることになりましたので、ちょうどあの渡辺先生今捕まったということなので、渡辺先生を呼んでみたいと、思います。渡辺先生、はい、あどうも、あの順坊です。こんばんは。すいません、なんか遠くあの石川県の方に今日いられおられるということで、はい、はい、すいません、あのお呼び立てしまして、あの、ええ、大丈夫です、まあ、もうぜひともちょっとあの渡辺先生にこの質問だけはどうしてもしたかったので、ちょっと無理をお願いしました。はい、はい、それで早速なんですけどね、先生、あの、はい、まあ、報道でもちょろっと出てきましたけども、その原子力安全保安院が、8月10日と24日の、まあ、地震津波に関する意見聴取会にですね、原子力発電所敷地内の破砕帯の評価にあたっての検討の考え方、まあ、検討の考え方って不思議なあの文章をどうもあの出したようなんですが、はい、その中でですね、どうも断層の種類をその主断層、副断層、それからそれ以外のものとして、なんか弱面、これ弱い面というか弱面って読むんですか、はい、弱面というような概念を出して、弱面であれば問題がないというような、なんかちょっと立場をですね、あの今、まあ、検討中ということなのか、打ち出そうとしているのかっていうことなんですが、ちょっとこの弱面という考え方も含めて、はい、あの先生これをどう見たらいいかをちょっと先生にぜひあの教わりたかったんですけれども、はい、はい、あの弱面の全てを OK というつもりはなさそうなんですけども、ははは、だけどやっぱり非常に問題のある部分ですね。ははどういう問題ですか。このまずその 3,、まあ、3分類して弱面っていうのを作って、まあ、全てじゃないにしても弱面ならばっていう、あの大丈夫っていうふうに持ってこうとしてるっていうことの、どの辺に先生は問題があるとお考えになりますか。いや、まさにおっしゃった通りで、あの弱面っていう変な分類カテゴリーを作ってしまってですね、はい、そこに入れてしまったものは、あ、少し検討して大丈夫なものはそこであの稼働 OK としようという、そういう意図がはっきり見えます。もともと弱面という考え方っていうのは、この地層の中で主断層、副断層に弱面っていうのはもともとあるものなんですか、そういうものは。私たちが活断層を研究している中では、そんなものは考えたことはないですね。考えたことはない。あの、今回、はい、どうぞ、はい、主断層と副断層という考え方はよく知ってましたけども、はい、その副断層でもない弱面なんていうのは考えたことがないです。これは先生どういうものだというふうに、このまあなんていうんですか、この保安員の言い方では、その弱面というのは何を言ってるというふうに理解すればいいんですか。あの要するに、あの主断層が近くになければ弱面にしてしまおうということなんですよ。はい、ああ、主断層が近くになければ弱面。ええ。でもそれは断層は、はい。問題はですね、主断層がないっていうところなんですけども、はい、そこは私たち活断層の専門家と、あの保安員は非常に意見が分かれてるところがいっぱいあって、はい、活断層の専門家は主断層あると言ってるけども、保安員はないと言ってるところがいっぱいあるわけです。はい、そうすると、そういうところを原子力施設の敷地なんか見つかっても、全部その弱面というところに放り込んでしまって、はい、ここは大丈夫ですっていうふうに行きかねないという非常に大きな心配があります。これは先生、客観的に判断あのできるものなんですか。つまりどんなに強弁しても、まあ、専門家が見ればこれは主断層だよなとか、これはあのなんとかだよな、あの副断層だよなっていうのは、これはかなりその客観的なに分かるものなんですか、この違いというのは。あのだから主断層であるかどうかっていうのは、あの活断層の専門家の間ではそれほど大きな開きはないんですけども、はい、意見の相違はないんですけど、はい、どうも原子力の世界だけがちょっと違っていて、はい、私たちが活断層と言っているものが違うと言っているのが結構あるんですよ。うん、これは渡辺先生なんかから見ると、それが違うと言っている根拠とか、その主張のですね、中身っていうのは先生はどう評価するあのしてるんですか。すごく分かりにくくて、はい、あの活断層かもしれないけども、うん、別の可能性もありますよねっていうことだけなんですよ。それがなんかよくあるどうにもすり替えで、うん、他の可能性のないわけじゃないでしょって言われると、まあ、100% を言えないから、その可能性はないわけじゃないよねってこちらも認めると、うん、ほらそうでしょ、だから活断層じゃないんですよって変な論理が
なるほど。だけど渡辺先生がね、これまで、まあ、その実際に今の原発が、まあ、うちの番組でも言っていただきますけど、玄関以外は基本的には全部何らかの断層の上にあるっていう話をされて、結局断層の上にあるじゃなくて、うん、断層に近いところにあるってことですか。近いところに、まあ、近いところにあるというふうにお話されて、結局結果的に、まあ、その後に随分いろいろと調査をすることになりましたよね。結局これは先生のおっしゃってるようにやっぱり断層の近くにあるっていうことが分かってきちゃったんで、この弱面っていうのをなんかそういう新しい概念を作らなくては原発を止めなきゃいけなくなってしまったという、そういうことなんですか、これは。いや、まさにその通りだと思います。だから廃炉に しなくて済むような道筋を、うん、なんか土作場に紛れて作り始めたって感じがします。なるほど。これ先生、我々としては今後どう考えてるんですか。もう弱面だから大丈夫っていうふうに言われてしまって、そのまま動かすっていう話になった場合に、これどうしたらいいんでしょう。まあ、絶対認めてはいけなくて、うん、弱面、彼らの言う弱面であろうと副断層であろうと、はい、地面が数十センチずれることに間違いないわけですよ。そこは同じなのに、なぜ分けるかっていうのは非常に分かりにくい話で、なんか意図的にやっぱり逃げ道を作ったとしか思えないので、はい、皆さんやっぱりちゃんと注目していただかないと困ります。分かりました。基本的には弱面っていうのはそんな今まで確立されてた概念ではないということですね。この弱面というものは、弱面っていう言葉自体はよく使ってましたけども、はい、それは副断層とは違う意味の別のカテゴリーという、そういう意味では使ってないんですよ。あはは。は、弱面というのは主断層であっても弱面と言ってました。あ、なるほど、なるほど。力が加われば壊れてしまう弱いところを弱面と言ったわけです。はは。じゃあ弱面で十分に弱いわけですね。実は弱面でも弱いです、弱いです、うん、だからこそ動いてるわけですよ。なるほど。これはでもやっぱりあれですか、法律の上では、まあ、弱面という言葉は入ってなくて、その、まあ、要するに断層の上じゃなければ、断層の上はまあその S クラスはダメだって話になってますよね。そうですね。だけど弱面云々っていうのは書いてないから、弱面ならいいんだっていうような解釈を、まあ、なんていうんですか、可能にしようとしてるというふうな、やっぱ理解ですか、これは。全くおっしゃる通りで、僕もそう思います。なるほど、わかりました。先生、ありがとうございます。またちょっと、はい、多分これで終わりそうもないので、また引き続きまた東京戻ってきた時にもぜひまたスタジオの方にお越しください。お願いします。はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、まあそういうことです。先ほど、まあお話したように、やはりこれはこれだと、まあ、そもそも弱面なんていうのは本来こういう 1,2,3 というようなカテゴリーで地層の世界では理解されていないと、主断層や副断層でも弱面の場合があると、まあ、要するに弱い面ですよね。なんだけど、あえてその主断層、副断層、弱面というような、その、まあ、全く今まで存在しなかったようなカテゴリー分けをすることによって、ここには断層という言葉が使われていませんから、先ほどの基準において、活断層が見つかった場合は S クラスは立てちゃダメよっていうのは、弱面ならいいというどうも解釈が可能になるのではないかという、まあ、話のようなんですね。で、渡辺先生が今おっしゃってたように、まあ、要するにもうそうなると廃炉にしなきゃいけないものが出てくる可能性があったんで、あらかじめこの弱面という概念を、まあ、無理やり押し出すことで、止めなくてもいいようにどうも布石を、敷いてるんではないかというようなですね、まあ、ご説明だったと思うんですけども、ちょっとこれは僕はなんでこんなことになるのという感じがしています。なんでこんなことになるのというの意味がですね、一つは、まあ、これ、まだ保安院、原子力安全保安院がこれを検討しているということなんですが、でこの今の、なんたらいう基準ですね、この原子力発電所敷地内の最大の評価にあたっての検討の考え方、なんたって検討の考え方ですからね、っていうのは、もう今にも本当は、今にもどころか本当は明日にも新しい原子力規制委員会というものが発足してなくてはいけないのに、もう亡くなることが決まっている原子力安全保安院がですね、なんか知らないけどいきなりこういうものを出してきているということで、どうも政治は全くそれをコントロールできてないのではないかという状況になっているということなんですね。
ちょっとそれも含めてこれはこれからしっかりウォッチしていかなきゃいけないと思うんですが、一つ心配なことが実はあります。それはですね、今日細野さんが今原子力担当大臣ということで、細野大臣の方に、まあ今日実はあれ本当は僕はこの断層の弱面の話も聞きたかったんですが、もう絶対一問しか聞かせないっていうふうにですね、司会の方の強い意思表示があってですね、結局僕は一問しか質問させてもらえなかったんですけども、でちなみにあの会見は原子力の話は誰も質問しないというですね、まあ、一番振るってた質問は細野さんは代表選出ないんですかっていう質問が一番振るってたと思いますけども、まあ、そんな調子だったんですね。その会見自体は原発の話なんでまた聞いてみたいな感じの非常にまあ KY 的な目で見られたと思いますけども、ただここでね弱面聞けなかった。ただ問題はここなんです。言いたいことはそうじゃなくて、今は原子力委員会がないので、原子力規制委員会がないので、細野大臣が、大臣としてこれどうなってるんですか、弱面なんてありえないじゃないですかって言えば、保安員に対してですね、大臣としての、一定の政治権限というのは持ってるわけですね。これ委員会が規制委員会ができると大臣いないんですよ。で大臣は何もできない、独立してますから。なんといってもだからもう一回先ほどの話を思い出していただきたいんです。委員というのがどれだけ強い権限を持っているか、上に大臣がいないで原子力行政をその5人で取り仕切るのがこの原子力規制委員会の委員なんですよね。で大臣にどんな目的を言っても担当大臣がいないわけです。細野さんももう関係ないわけです。変な話、実は細野さんが新しいその規制委員会ができたらこんなことしたいあんなことしたいっていうことも自分の中で思いを持っているようなんですが、それを言うとですね、これは独立参上委員会ですから大臣が介入したと、政治介入したという意味になって、今はもうこうしたいああしたいってことを言うことすら本当はというか言うことすらダメだという状態になっていると。なのでこの弱面問題っていうのもですね、今週聞けなかったから来週聞ければ聞きたいと思いますけれども、会見に行ってですね、まだ来週なら委員会が発足してなければ細野大臣が一応担当大臣で、これは確かにおかしいなとか、これはちゃんと言って聞かせるみたいなことは、要するに政治の、政治を通じてのですね、デモクラティックコントロールっていうんですか、その、統制が可能なわけなんだけれども、もう、そこから離れてしまうと政治ではダメと。じゃあこの5人の委員の方が、この弱面とかいうのを作ってくるような、事務方とかですね、先ほどの、人事においても、いや原子力事業者の定義が今回は違うんだっていうようなことで、定義のごまかしによって、本来は法律に抵触する人事を中央突破しようとしてくるような方々を、その中央突破される、まさにそのされる中央突破をしていただいている対象になっている方々がですよ、それを本当にコントロールできるだろうかと。だから独立委員会っていうのはですね、素晴らしいように見えて、よほど逆に言うとメディアや市民チェックがしっかり入らないとですね、政治の介入はもういけないわけですよね、逆に言うと。だからそこはちょっと今回大臣会見に行って、大臣に、ある種それどうなってんだって確認をすることができた。しかし委員会ができたらそんなことができなくなって、委員長がですね、この原子力規制委員長、またこれ田中さんが、そのままなられるかどうかわからないけど、なったらどれくらいの頻度で会見をされるのかも分からない。彼らは政治家ではありませんから、それほど毎週2回閣議後の会見をやるほどですね、説明責任を負っているというふうに考えられない可能性ってあると思うんですね。そうするとそういったことを正すことさえ、機会さえ今よりも減る可能性があるということは、ちょっと我々も心してやっていかないとですね、もちろん今まで の原子力安全保安院のやり方ではどうしようもないと。経産大臣の会見に行って文句言ったところで、もう全然そこのところはガバナンスは聞いてなかったと思うんですよね。ただ今回の、規制委員会という形になると、少なくとも大臣の政治的な権限は、担当大臣そのものがそもそもいないと。で5人の委員が、要するにそれ自体が大臣みたいなものになると。でその5人の委員のうち、今3人がさっき言ったようなこういう状態になっているというところが、やっぱりこれは本当に問題にしなきゃいけないというのはそういう意味なわけですよね。大臣と同じだけの権限をこの5人で持つという原子力に関してですよ、という意味になるということなので、ちょっとその辺も含めてですね、今もしかすると 3.11 以降
新しいエネルギーのこうあの政策の、まあ、策定はですねちょっとどうも8月中は無理そうなので、まあ、今日8月31日ですからもう無理なのでどうも伸びそうだと年内という感じにどうもなっている、ようです。しかしながらこの委員会の発足や活断層の基準やそうしたことというのはですね今とっても大事な場面に差し掛かっているのにどうも1年半経って喉元すきれば的な、空気が今直接原発の被害に遭っていない地域の方々、まあ、私たちも含めてですけど若干ちょっと気の緩みっていうとあれなんですけども、少しあの苦い経験をですね、なんか忘れつつあるようなそこにどうも、こうしたことがどんどんこう立て続けにですね活断層 OK、委員も法律に触れるけど OK みたいな感じにどうもなってるように思えてならないというところなのでまあもう原発の話はもういいよという方もね今日の会見で聞いたら全体が部屋の全体がそんな感じ原発担当大臣の会見でですよ会見でいやもう原発の話いいよっていうような感じが記者たちの間の空気感であったというような感じが僕はしたんだけれどもむしろ今こそしっかりと気を引き締めてですねやっていかないとこの1年半何だったのかっていうようなことになりかねないというのをちょっと今日取材をして、強く感じた次第です。ビデオニュースではですね、まあ、もう KY を、全く辞さずという立場ですので問題があれば、まあ、この原発についてもですねこれからしっかり言うべきことは言いやるべきことをやっていこうと思いますがもう一つはまあ、今回も少しそれを試みたんですが N コメ的なコメンタリーをすることに、まあ、限定せずにできるだけ少しきちんとですね取材をしてきちんと取材に基づいた情報も出せるような、まあ、番組にしていきたいと思ってますので、まあ、ぜひお引き立てのほど、よろしくお願いしたいと思います。N コメの方は今日はここは以上です。それで本編の方は先ほど申しましたように映画の、特集で宮台さん、園志音さん、それから寺脇健さんの特別企画とそれから、今週は久々ですけども相原さんの福島報告もありますので、で今週はまあ合金ということもあって全部無料ですので、もう出血大サービス持ってけ泥棒状態ですので、ぜひいろいろとご覧いただければと思います。それでは。